国際開示機関は国際連合の専門機関の一つ。2018年6月時点で加盟国は174カ国。日本は原加盟国で他に香港、マカオ、フェロー諸島が準加盟している。本部はロンドンに置かれており、付属機関としてスウェーデンの丸目に世界開示大学がある。第二次世界大戦中に開運に関する。 連合国の協力体制をもとに、1948年に国際連合会議会議で政府間会議協議機構設置のための条約が採択されたが、発行には100万トン以上の船舶を有する7、各国の調印が必要要件となっていたため、日本が調印することで、1958年に発行した政府間会議協議機構条約に基づき、 政府間海事協議機構が設立された。1982年に解消し、現在の国際海事機関となった。海上航行の安全性と海運技術の向上やタンカー事故などによる海洋汚染の防止や諸国間の差別措置の撤廃を目指している。1976年に国際移動通信衛星機構の設立を支援した。 1988年の IMO 主催の会議で海洋高校の安全に対する不法な行為の防止に関する条約を採択した。1990年代には国際委託保障基金の設置に努めた。2012年1月1日より日本人として初めてとなる事務局長に関水孝二が就任し4年間務めた。 ロンドンの本部 IMO の政策は総会及び理事会によって決定される。総会は全加盟国により構成され、政策の最終決定であり、通常2年に1回開催される。理事会は40カ国の理事国で構成され、任期は2年、通常1年に2回開催される。英国のロンドンに置かれた事務局は6つの部局から構成されており、総会。 理事会及び5つの委員会並びに7つの小委員会の活動を補佐する役目である。IMO の活動は主に5つの委員会により遂行されており、海上安全委員会及び海洋環境保護委員会の下部組織として各専門を取り扱う7つの小委員会にて詳細事項が審議される。海運の発展、安全技術向上などの分野で、 世界的な貢献をした個人または非政府組織に送る賞として1980年に創設され、基本的に毎年1名に授与されており、歴代 IMO 事務局長や委員会議長などが受賞している。日本からはこれまでに1992年に、篠村岐阜、元 IMO 事務局次長が2015年に日本財団会長の笹川陽平が受賞している。 ありがとうございます。